こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日も引き続き、令和4年度の埼玉県県立高校の、選抜基準の表を見ながら、お話を続けていこうと思います。今日取り上げるのはですね、県立の、越谷北高校、普通科と理数科が併設されている学校です。で、昨日一昨日のお話で大宮高校の理数科を狙っていて、普通科ではやだ、要はつまりは、昨日の動画になるんですかね、市立浦和高校には、普通科しかありませんので、市立浦和高校に下げるのではなくて、理数科のある学校で、大宮高校まで手が届かなそうだから、ワンランク下げて、理数科のある学校を選びたいよっていうことになると、今日取り上げる越谷北高校が、昨日私所沢って言いましたけど、所沢北高校ですね、所沢北高校っていうのが、ちょうどこれレベル的には越谷北も所沢北も、ほぼ同じレベル、もう全くと言っていいほどレベル的には同じ、学校になるんですけれども、後ほど取り上げる調査書の扱いのところが多少違ってきますので、そこは注意していただきたいのかなと思います。で、学校選択問題を使用する、受験になりますので、こちらは十分、対策をしておいてください。数学と英語ですね。で、大宮高校の理数科を回避して、手が届かないからちょっと下げようということで回避して越谷北高校あるいは所沢北高校を選ぶ場合なんですけれども、立地的にはだいぶ離れていますので、埼玉県の中央、大宮浦和あたりから見ると、西へ移動するのか東へ移動するのかっていうところで、分かれてきますので、正直、越谷北と所沢北を、どっちにしようかなって悩むっていうことは、立地的にありえないのかなっていうところですね。ですので、他の面で、もし、理数科のある学校に理数科で合格したくてプラスアルファ、ちょっと遠くても通学が大変でも、こっちの学校に魅力を感じるっていうところがあるのであれば、多少遠くても通学をするっていうことは、ないことはないんだろうとは思いますけれども、大体県の、西側にお住まいのお子さんでそういう、どうしても理数科っていう考え方になると所沢北を選び、県の、東側をにお住まいのお子さんだと、越谷北高校を選ぶのかなっていう、位置づけになっている、もうほぼ同レベルの、学校2つになります。で、今日取り上げるのは、越谷北高校です。で、明日所沢北高校を取り上げようと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、また明日、動画見ていただけると嬉しいです。で、先ほど言いました、調査書の扱いのところなんですけれども、越谷北高校は中学1年の通知表の点数を1倍、2年生も1倍、で3年生だけ、2倍という形でカウントしてもらえます。で、合計点が270点。で、特別活動その他のところですけれども、こちらは学級活動、生徒会活動、部活動等々いろいろ、加算されてくるところが、幅広く用意されていますので、このレベルを受けるお子さんだと何かしら引っかかってくる、引っかかってくるって言い方もおかしいですけれども、何かの役員をやっていたり、部長副部長をやっていたり、部活でも、県大会まで行かないけれどもそこそこの成績を残したよとか、県大会も、出たことがあるよとかっていうお子さんもいらっしゃると思うので、そこはプラスアルファで考えていただければいいのかなと思います。
で、大宮高校狙いだったお子さんが、下げてくるっていうところを考えると、募集人数がこれ40人で1クラス分で少ないですので、まあ、仮に大宮高校を狙っていたんだけれども、心配だからちょっと下げて、越谷来たっていうことで、志望校を変えてくるお子さんなんかが、英検数検等をしっかり取ってくることが考えられますので、準2級以上は、得点になりますので、準2級とは言わず、ぜひ2級程度を取ってですね、プラスアルファの得点にしていただければいいなと思います。ちょうどトラックが通ったのでうるさかったですかね。プラスアルファの点数、資格のところで取っていただければいいかなと思います。で、まあ、ここで270点満点を、一次選抜 60% の、合格者を決める一次選抜で、270点を335点に膨らまして、点数を、見てもらえますので、ぜひここの一次選抜で、合格するつもりで、理数科を狙う方ですね。今度は犬が吠えましたね。うちの犬が吠えてますのでちょっとうるさいかもしれませんけども、理数科を狙うお子さんであれば、ぜひともこの一次選抜で合格を勝ち取るっていうところを狙っていただいて、この270点、少しでもこの英検数検あたりでプラスアルファを稼いでいただいて、合格を狙っていただければと思います。で、普通科でもいいよっていうお子さん、越谷北高校が第一志望で、まあ、普通理数科に第一志望で願書を出して、第二志望で普通科で、合格すればもう十分幸せっていうお子さんの場合はですね、当然ここで、点数がプラスできればいいんですけれども、まあ、そういうところの点数がないお子さんでもですね、今度はここ調査書の点数が今度圧縮されて二次選抜で 40% の、合格者を出しますので、しっかり当日点で、稼いでいただければ、十分合格が狙える学校という形になります。ですので、大きく分けて、大宮高校の理数科狙いで、ちょっと自信がなくて下げてくるようなお子さんの場合は、ここ狙いですね。で、一次選抜狙いで、ここをしっかり稼ぐ。で、大宮高校はもう花から、ちょっと手が届かないから、越谷北高校第一志望っていうお子さんの場合はですね、理数科で一応願書は、出すけれども普通科でしっかり止まる、合格の取り方っていうことで、まあ、調査書プラスより大事になってくるのが、当日の学力検査っていう形になります。で、注意合格なんですけれども、理数科で合格するっていうことを考えると北進テストでだいたい66は取っておいてほしいかなっていうところですね。で、募集人数が少ないですので、下位合格っていうのはちょっと考えづらいので横線にしておきました。で、内申点の方なんですけれども、理数科で合格するお子さんですとだいたい合計点で160を超えてくる形で、バランス的に見ると39、40、41ぐらいを取っていただければ、十分、越谷北高校の理数科が狙えるんじゃないのかなっていうところになります。で、もしここが160にちょっと足らない、まあ、普通科 だと、38、38、40の156ぐらいで注意合格できそうな感じなんですけれども、このレベルの内申点しかないんだけれどもぜひとも理数科でっていうことを考えるのであれば、ここですね、資格のところで、英検数検でプラスアルファのポイントをしっかり稼いでいただいて、理数科を狙ってみるのもいいんじゃないのかなと思います。
で、ちなみに、普通科の方だと、まあ、偏差値64ぐらいあれば、注意で合格できるんじゃないのかなっていう、データになっています。で、もうギリギリ理数科には手が届かなくてもいい、越谷北高校の普通科でギリギリでいいから引っかかりたい、合格したいっていうお子さんであれば、北進テストで62ぐらいはしっかり出していただいて、当日持ってる力を十分発揮していただく、当日失敗しないっていうことを、まず念頭に置いて置いていただく。で、内申点的にはですね、155をちょっとかけるような形でもなんとか合格が狙えるかなっていうところがありますので、ここがもう少し低いお子さんは当日点こっちでですね、北進テストの偏差値がの仮に伸びなかったとしても最後の最後まで特に暗記科目をしっかり復習することによって当日の点数で、合格を勝ち取ることができるかもしれませんので、そこは最後まで諦めずに頑張っていってほしいと思います。で、越谷北高校今日取り上げたんですけれども、明日は所沢北高校、同じような話になってしまうと思うんですけれども、この部分がですね若干違いますので、ちょっと作戦の立て方を変えてお話しできればなと思っています。ではまた、明日別の動画でお会いしましょう。さよなら。